はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、ついにですね、まあ、マスターデュエルにね、サンダーボルトが純制限になって帰ってきたということで、まあ、このね、サンダーボルトっていうカードのパワーをね、お見せしようと思って、今回は全部パッデッキ、バージョン 2.0 を作ってきました。これ前回ですね、バージョン 1.0 でね、サンダーボルトとかブラックホールとかガンズミシャデッキ作ってきたと思うんですけども、これもバージョン 2.0 版です。はい、サンダーボルトが純正になって、まあ、全部パカードが強化されたんで、もう全部パカードをひたすらできました。例えば、まあ、ブラックホールであるとか、サンダーボルトであるとか、ライトニングボルテックスであるとか、ライトニングストームであるとか、あと亀甲勝負であるとか、もうありとあらゆる全部パケカードをね、入れてきました。そして、アタッカー部分なんですけども、まあ、要はこのコンセプトは、相手の頑張って展開したモンスターを全部パカードで処してから、自分は、まあ、強いモンスターを展開してワンキルするか制圧していくっていう、まあ、コンセプトになってるんですね。で、今一番強い一番初動は何かと言われたら、まあ、それ当たり前に楽融合なんですよ。当たり前に。当たり前すぎる。楽融合が、あれば、基本的にはモンスター2体ぐらい並ぶんで、強いモンスターがね。なので、まあ、全部っぱ以外のところは楽融合に任せまして、あと怪獣も入ってますよね。一応、この、妨げられた怪獣の眠りっていう作業カードがあるんで、まあ、これで怪獣出してくることがあるから、まあ、怪獣も入ってますけど、まあ、基本的にはその、まあ、この辺のモンスターたちに任せて、アタッカーは、自分の、まあ、なんだろう、相手のデッキに対する、その、なんだ、処理札、相手の場面処理札を全部っぱ系カードに任せて戦っていくっていうデッキですね。はい。全部パケカード1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、まあ、一応ハーピーの羽根巻きも含めの12枚入ってますんで、まあ、だいたい1枚から2枚は来ますから、まあ、上振れるのは3枚から来ますから、まあ、増殖するうちなんか取った日にはやばいですよ。もうブラックホール3連打とかできますからね。やばいこと起きます、これ。なので、まあ、今回は、相手が頑張って作った盤面を完全にぶっ破して、でドヤ顔で返していくというこういうね、デュエルをやっていこうというふうに思っております。ワンキルの方法は結構いくつかありましてね、昔から、まあ、採用されているこの、クエリティスが意外と、強くて、クエリティス と、ドラマトゥルギアを出して、クエリティスの効果で相手の盾ゼロにして、で、ドラマトゥルギアとクエリティスで、融合じゃなくてエクシーズをして、でなヌメロンドラゴン出すみたいなね。この動きがね、意外とワンキル取れたりするし、あと単純にドラマトゥルギア2枚ぐらい入ってるから、ドラマトゥルギアを巻き込んで融合していって、まあ、盤面にその、モンスターめっちゃ並べて、まあ、脳死殴っていくみたいなこともできるし、あとマスカレードで蓋することもできるしって感じで、割とですね、やっぱね、楽園融合、またはその、まあ、楽園系のカードのパワーが高いから、結構やっぱ強いです。はい、普通に。なので、まあ、これ今回完全に高校取ってまくっていく感じのデッキにしますんで、先行取られてうざいっていう方はぜひ使ってみてください。結構楽しいです。まあ、先行戦されすぎるとちょっと返せないかもしれないけどね。はい。早速ね、サンダーボルト2枚のパワー見せていきましょう。ちなみに OCG ではこれ、もう無制限だから3枚使えるけどね。デュエル。スタンバイ。さあ、ハンド。悪くないんじゃない？ライトニングボルテックスとブラックホール2回打ったらどっちか通るやろ。通んなそう。いやー、まあでも言うて結構やっぱ魔法トラップカードに弱かったりしますからね。今のなんか楽園環境って意外となんか、まあ、でも開幕あるからちょっときついけどね。開幕あるから若干きつさはあるんだけど、なんかね意外といけんだよね。なんかその全部っぱカード何枚かあれば割と。あ、幻影勇者か。なるほど。久しぶりに当たった。強えな、盤面。なかなか、勇者ギミック結構きつくなったよな。アラメシア2とさ、水使い1になっちゃったからさ、ちょっときついよね。若干ね。まあ、そこがちょっと問題点ではあるかなと思うけど、なんかその、勇者引く前にグリフォンライダーとか、なんかその、旅路とかめっちゃ引いちゃうから、っていうのはあるけどね。サンダーザキング採用きた。やばい。オッケー、相手ドローフェーズに打たない。なるほど。後から打ってくるスタイルね。じゃあ怪獣で。まずは、デスフェネとかいうヤバすぎるモンスターを処理ばなんとなるんで、これ一体リリースするんじゃないですか。はい。ういー。オッケー。さあどうする？デスサイズバレなかったな。デスサイズバレなくてさ、ライトニングボルテックス
ぶち込んだら多分さすがにこれ打ってくでしょ。楽に開幕を捨てれ、でライトニングボルテックスの子が通っちゃってやばいから、これそうだね、グリフォンライダーが戻る、 OK 無効にしていいでしょう。さあライトニングボルテックスは無効化できてよかったな。まあ、まだ俺は変身を1回残しているぜ。 OK 食らえおらおらドーどーん気持ちいい、これ気持ちいい、このためだけに遊戯をやってると言っても過言じゃねえ気持ちいい、めちゃめちゃ気持ちいい。でデスピアンだな。でこれでからのルベリオン、ワンキル取れんのかな、6000か相手だからいけそうだな。6000ルベリオンからの効果発動、まあ、開幕落ちての人強いですねこれね。まあ、バウンス飛んでくんだけど勇者ワンキル取れねえと。で悲劇のデスピアンの効果を発動するぜ。これでアレベルか、ここはアレベル持ってくるのが一番いいそうだ。よし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 、いいぞ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 、いけんじゃねえか。でここでミラージェル出していく。で3000、あと3000削ればいいんだな、あと3000削ればいい、意外といけそうだな。これはとりあえず特殊化するモンスターはミラージェル君の方がいいな。いくぜ、俺はアルバスの楽園とルベリオンで融合召喚、あらあろ危険竜ミラージェイド。あ、そういえば翡翠、ちょそろそろ翡翠あれだな、来ると思うんだよな、あれ新パックで多分ね10月10日ぐらいだと思うわ次のパック。まだちょっと10月入ってねえけど、まあ、10月の10日のねパックで来ると思うんでね、おそらく今のそのショップのなんかあのシークレットパックがなくなるからさ、あとなんかその10月の10日ぐらいで、でこれ楽園の楽園持ってきて、でとりあえずぶん殴って1800と3000だから48、あと1200、あと1200しょ、あと1200、これあれじゃね、あの使用量徴収おじさんでこれ蓋したらいいんじゃね、まあ、とりあえず3000ダメージかと思って、あれはデスサイズだ。ほんでこれ使用量徴収おじさんでこれなんか蓋したらいいんじゃね。これでこうしてデスピアン回収して、でデスピアンとアルベルで融合召喚していく。もちろんお前カード使うとき使用料払え、商標登録しといたから。おら行け、ゆっくり茶番劇を特殊召喚よしオッケー、これでターンを終了するぜ俺は。さあお前のライフは残り1200、つまりカード1回しか発動できないじゃん実質。残念だったな。えちょっと発動すんの、あこれ強制なんだ、えへえクソえそいつ強制だろ、デスサイズくん、デスサイズくん強制、あそう、いやーなかなかね楽しいね、やっぱねこのサンダーボルト来てくれてやった、あのサンダーボルト純正剣になったからと思って使ってんだけど、サンダーボルト全然来てくんねえからよ、やっと来てくれたわ。お相手を楽園か、いいだろう、いいんじゃねえか、まあ、楽園ちょっと、あ開幕強えな、開幕がね墓地の落ちてちょっと若干ねあのキル取りにくくなるんですよね、全部っぱ引かなくなっちゃうからね。増殖ストレッチ通ります、高校ゲーム参加権うららまでが、あよし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 まあ、アルバイ消化したらこのムーブは、まあ、ガンマ投げてみよう。さあこれで一応引かせてはいただける、でアドリビルム持ってこれる、なるほどなるほどなるほど、ここからまあ、ミラージェイドが飛んでくるのかな、で赤のラックインを一応構えるみたいな動きしてくるのかな、ちょっとわかんないけど、まあでもこれ怪獣強いしね、怪獣は強い、ちょサンダーザキング引きすぎたから、なんだっけ、サマタケられた怪獣の眠りが
ちょっとあの1回しか打てない、あ1回持てないか、2枚引いてた。ちょあの開示の眠りと、あのあそこを使ってくる、なるほど。でアドリビデムで融合か、オッケー。で、あネメシスコリド、はい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 、あそれそれうまいね、これ将来出てくるかもしかして。あそれうまいな、なるほど、これはこれうまいな、へえすげえ。なんかこれ俺もちょっと入れてみようかな、ネメシスコリド。確かに普通に勇者ギミックとかとも相性いい、良さそうだしね、これね。赤の楽園とも相性いいし、あーなるほどなるほどなるほど、それはうめえな。で悲劇回収してアドリビディムとはもうここで融合していくんだ。あ墓巻きやん、はいはい、なるほどなるほど、墓巻きはまあこんだけ消えたら墓なるしょみたいなことか。でミラジェイドと多分アドリビディムでドラゴスタペリア出してきて、でミラジェイド構えてみたいな感じだな。はい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 、オッケー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 、まあめちゃくちゃ引かしてはくれたから全然いけるね多分これ。はい、でミラジェイド出てくる、あとワンキル取れるかどうかな、どうな、赤も来た、なるほど。でセットある、まああれは赤の楽園かな多分。サエンドフェイズ入ってオッケー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 、でアルビオンの効果で、あーまだ楽園系サーチできるね、なるほど。開幕、あってことはあれ赤だな、あのセット赤だな、オッケー。いや強えな盤面的には。ただ増地でめちゃくちゃ引かしてくれたから全部っぱカードめちゃくちゃいっぱいあるぞめちゃくちゃなるようなデブカードあるぞ。超雷竜めんどくせえな、超雷竜くんの効果めんどくさいから、じゃあライトニングボルテックスぶち込んでいく、ライトニングボルテックスぶち込んで、サンダーザキングショってよくて、でここで、多分まあ開幕の効果使って耐えてきますよね多分ね、これ。あ超雷竜の効果使うな、へえ。え、じゃあいい、ミラジェイドとドラゴサビラいいってこと、どっちでも。マジマジ、怪獣で処理するって間なくなったわ。開幕も使うの、え、それ開幕で全部守れたんじゃないのそれ。多分開幕で全部守れたんじゃないかなと思うけど、俺は。とりあえずブラックホール打っていいとりあえずブラフ打っていいですか自分。どうします、あー、なるほど。除外飛ばしますか、あ飛ばします、あー、なるほどね。後続確保ね。オッケー、王族確保はいいや、了解しました。でなんか除外して全部っぱ通る、あミラジェの除外ね、オッケー。でブラホ通る、おいー、はいどーんよしよし。で開幕と赤な、あと開幕と赤、なるほど。とりあえずこれは開幕先打ちか、開幕打ってで一応ガーディアンキマイラ耐えれるようにはしといて、でここはまあ一回ラディアンしょっていいな。でドラマテルギア持ってくる説は意外とありますね、これね。これで楽園融合か赤の楽園すればドラマテルギアがアタッカーになれるんで割と強そう。ワンキル取るにはドラマテルギアがなんかめちゃくちゃ強いんですよね、ちなみに。であここで開幕、なるほど、開幕効果。一応チェーンして増地打っときます、一応増地打っときますか。まあちょっとバックエッジ欲しいんですよね、赤ここで打たしたい。羽もき来い、羽もき来い、羽もき、羽、はい。でデスピアン来て、あ強い、コストは、コスト強いからのアルベール、はい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 、あドラマトゥルギーヤ、オッケー、ドラマトゥルギーヤで、ヒゲのデスピアン効果、オッケー、利益のデスピアン効果でなんか持ってこれる。でアレベル持ってきた、オッケー、いいだろう。そしたら、まあ、とりあえず一旦サンボルでショル、いやまだ赤あんのか、赤あんのか、まだめんどくせえな、あいつやるな、あいつやりよるわ赤。でもさ、アレベルだろ、一応出せるよな多分、あのモンスター赤で回収してなんかは出せんだよな多分。で楽園融合を持ってくる、で、楽園融合打つ、おら、さあどうする、赤来たか、いいだろ、
何出てくんだ。あとここから出てくるなんだろう、使用量上昇したとかクエルティスとか言うてやってあれですよね、多分今手がデスペラスもんね。アルベルドラマテルギア、あーなるほど、ドラマテルギア巻き込んでいくスタイルね。あーやりますねなかなかやるじゃないですか。なるほど、まあ、ただ増殖する G は取ってるからまだ俺はカードを引けるぞ。さあ勝ってこい。あマスカレードが OK、 いいだろう。マスカレードパイセンで壁にしていくスタイル。ライトニングボルテックス来たライボル来た。ベスピアンとアルバスで、ルベリオン、はい、おめえで、ルベリオン効果発動で、マスカレード効果、痛い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 発動されるとデスピアも効果発動してで、マスカレード効果、痛い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 、諦めろよお前、こんだけ全部っぽさってまだ生命力あるのやばいだろこのデッキマジで生命力高すぎだろ、どうなってんだよこれ。赤じゃねこれさ、これひらめいちゃったかもしんないわ。まあこれはまあ別に何でもよくて、アレバスのラックイン回収するで、これで、スタペリアパイセン出してこうすんだろう。でモンスター特殊召喚していく、ミラちゃん出していく、こことここで、これでルベリオン効果でドラゴスタペリアかなんか出して、はい、でドラマトルギア効果で戻ってくる。で手札に加えるのはこれ正直何でもよくてアレベルでよくて、でルベリオン効果でスタペリアディナ、あらいけ、ドラゴスタペリア融合召喚。これモンスターはフリーチェーンで相手の効果を無効に実施できるモンスターだぜ。そしてドラマトゥルギアの効果を発動して対象にどれを取ってくる。さあ効果が無効になっていくぞ、何かの効果か。さあどれだ、どうする。まず、あ、全部チェーンできるから別にあんま関係ないけどな。なるほど、ミラージェード効果発動か、ミラージェード効果発動してで、アルビオンを硬直って相手のマスカレードをしっかり目に背負ってこういった墓地に置いてやると蘇ってくるとかいうヤバすぎるかもっていうからな。ほら消えろ。そしてドラマトリギアの効果でミラージェードが向こう。そしてこれ怪獣出して出して出してライボルでは出して出してライボル、こう、赤の楽園で出したモンスター直接攻撃ができないもんでね。これで出して出してこれでこうカード俺何回打った、全部使ったんじゃねえか。ライトニングボルテックス使った、ブラックホール使った、あれサンダーボルト使ってないか、バトルなんかライトニングボルテックス2回ぐらいだった気がするけど、まああれこれ届かないか、もしかして、あれあ届かねえ、やばやっべやっべあれ届かない、なるほど。じゃあじゃあ蓋しよう。赤発動してで相手ドローフェーアルビオンで OK で、アルビオン効果、いやこれ完全に調子乗って絶対死ぬと思ってましたけど、なんか死にませんでした、すいませんでした。これあれかな、打点200出せばよかったんだろう。なんかちょっとここさすがにワンキル取るそうだったけどな、ちょミスりましたね展開。まあいいですわ、なんてかっていうとね、最強モンスターがありますからね。さあデスピアンを回収して、デスピアンからのモンスターを融合召喚、現れろ、ふっふっおら豪華使えるもんなら使ってみやがれ、おらー強すぎる強すぎる、なんて強いんだお
ほら効果使えよ。どうした、どうした、ほら効果使えよ早く。ほらお前ライフ200じゃねえから効果つかないけどな。マスカレード強え。あー常時通らないと結構厳しいねこれ。ブラホサンボルはあるがみたいな時結構ありましてねこれね。一応全部っ破カード死ぬほど入ってるんですけど、全部っ破したのに戦いないっていう問題がありまして、ウザフティがまだいや打った方があったかな。でもな打って展開してなかったら普通に事故ってわけなんだよね。俺これ確実に増殖する G は通していきたいんですけども、これこういう反応の時ここで増 G 打つかどうかめちゃくちゃ迷うよな。パッチワークか、なるほどパッチワークデスピア系ですかね。ファーニマルだったら嬉しい、ファーニマルだったら嬉しいんだけども、ファーニマル君たち属性がちょっとね水とかねなんかね割と血とか多いんですよね。まあ、闇もいくつかいるんですけどね、まあ、闇めちゃくちゃ多かったら楽園ファーニマルできたんだけど、通る？通してお願い、お願い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 、受け通ったら全然いけますよ。はい、まあ、増殖する G さえ通ってしまえばもうこっちのもの全部パカと死ぬの入ってるから回して、はい、で、まあ、疲れて OK、オッケー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 、あ、サンボル来た、オッケー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 、サンボルいいよ。さあドラマティルギア君の効果も発動して盤面出てくるといいですね。特殊召喚いっぱいしていただいて、もうなんかめちゃくちゃドヤ顔出してきたもんさ、全部ぶっ破しよう。やばいこれ、もしかしてあれですか、これワンタン、お出たワンタンスリーマスカレードだ。やべえやべえやべえ、カードを発動するために1800ライフを払わなければならない、圧倒的使用量徴収デッキやばすぎる。1800ライフやばすぎる、やべえこと起きた。まあでも開幕落ちてるのか、なるほど開幕落ちているのか、なるほどなるほど開幕落ちている。あーまあとりあえず雑に全部っぱいいくつか何回か打っていいねこれね。マスカルでしょれる融合召喚をちなみにしてないと、そのなんかライフ払わせるっていう効果はね、あの起動できないので、まあ、とりあえず一旦とりあえずブラックホール打つんだけど、開幕で一回耐えられて、まあ、他のモンスターは死ぬからドラマトルギアとか死ぬ、オッケーで雑に妨げられた怪獣の眠り打って、雑に打ってい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 な、オッケーオッケー、はい、よいしょ、オッケー、ほんでこの地は何ですか、マスカリドですか、あーアルベルですね、なるほどアルベル君で、はい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 、もう全然いいですよ、墓穴するまでもない、それは墓穴するまでもないわ、なんでかっていうと史上最強カードがあるからね。はいさよなら。結局ねやっぱ増人通ったらこうなるよね、全部っぱいっぱい入ってんだから、全部っぱ系デッキに増字何通しちゃいけないっていうのはこう教訓だね。はい、まあ、分かんねえだろうけど相手全部っぱデッキかどうか。はい劇場持ってきて、はい、劇場発動。これやばい場面になるな。おおらつつあバリッツェバリッツェ、ちょドラマテルギアでミラージートの効果無効にするってプリングもあるんですけど、ちなみに、はい、バトルフェーズいきまーす。とりあえずぶん殴ってさあミラージードマジでね、マスカルト効果ですね、はい、で墓地から磨ってくるという効果をしっかりと指名していく。マスカルトさんご指名でーす、ありがとうございます。ありがとうございます。やべえ、何が強いって増殖する G が強いわ。